インサドンで僕買ったんですよ。これデジャングムに出てくる服あるじゃないですか。はいはい。なんていうのかなこれ。これは、うん、ですね、生活繁忙。生活繁忙？生活チョゴリ。ああチョゴリ。はい。韓国の服ですよね。いやでもイリウノラの意味わかります？え？イリウノラって。なんかいつもね。人を呼ぶときに言ってるんだけど、こっち来いって。ああそうなんだ、うん、僕が来ちゃいましたね。でもなんかそうしたらその相手が答えがありますよ、はい、あんたが来てって これがセンスじゃなくてこれなんて言うんですか。あ、うちわですね。あ、これがうちわか、うちわ。これ意味わかる？こう感じ。あ、なんかよく見ますよね。そうそうそう。韓国の国旗にもあるけど、これは黄色も入ってるけど。そうですね。これは本当にね、うん、アリランテレビと似合うんですよね。え、そうなんだ。もうなんかこれアリランテレビと。うん、アリランみたいな感じですよ。これがアリランっていう感じですか。で、これを見たら何を思い出しますかと言ったら、みんなアリランというかな。あ、韓国とアリラン。なるほど。そうそうそう。でもね、本当にね、ずっと見たんですけど、うん、似合う。似合う。はい。これを普通のそのチョゴリじゃなくて、はい、韓国語だったら韓服というんですね。韓国の服なんです。韓服、はい。で、これはちょっとなんか生活しやすいように直しましたね。うん、そうですね。なんかこれね、はいはい、前にチャックもついてるんですよ。あ、そう。トイレ行くとき便利な。うん、もうなんか、うん、見せられないけど。ああ、そうですか、いやこれは生活しやすいよね。そうですね、テレビで見たのとちょっと違うけれども、なんか動きやすい。すごくいいね、うん、暑い。ちょっと暑いですね夏これどこで買ったんですか。あ、これね、うん、インサドンで買ったんですよ。インサドン。インサドン。インサドンよく行けるんですか。行けますよ。いつも僕ね、はい、分からない道行くときは、はい、タクシー乗るんですよ。うん、で、うん、タクシー乗ってもう一言、うん、これ一言ですよ。インサドンへ가주세요。いいじゃん。いいじゃん。で、インサドンのどこですかって言わないんですか、その人たちが。そのタクシー運転手さんが。インサドンは広いじゃないですか、その中でインサドンどことかは。あ、それは聞いたことないですね。いつもね、タクシーの運転手さん不思議なのは、はいはい、インサドンへ가주세요って言ったら、はい、なんか僕が行きたがってるようなところ。インサドンもちろん広いですけど、はい、そこにピタッて入るんですよ。なるほど、すごいですよね、韓国のタクシ ー。 あ、そうですか。で、その時あった、なんかタクシーに乗ったんですけど、うん、お金がなんか例えば2000ウォンしかなかった時、困った時ある？あるあるある。そしたらどうしたんですか？そういう時はね、あのね、2000ちょっとだったから、うんうん、タクシーの、おじさんに、うん、あ、すいません、今これしかないんですよって言ったら、はい、タクシーのおじさん、かっこいいですね、うんうん、いいよって言って本当に下ろして、ですか。その時は本当にいい方法を教えてあげます。何ですか。ですね、2000ウォンしかない、はい、その時はとりあえず道ははっきりわからないからタクシーに乗ってください、はいはいはい、乗って2000ウォンちょうどいい感じのその距離で、ですね、カカオン역에내려주세요。あ、なるほどね。カカオン역에내려주세요もう言ってください。カカオン역에내려주세요。カカオンバス정류장에내려주세요。カカオンバス정류장에내려주세요。そう、意味は、意味は、意味は、うん、近い、電車に乗りたいからその駅まで行ってください。あ、じゃあ一番近い駅まで行ってください。そう、バス停留場まで行ってください。あ、そんな感じで。そしたら、2000ウォンプラス交通カード、うん、ありましたね、この間私にプレゼントしてくれたやつ。そうしたら行けますよ。
たまにはね、ちょっとゆっくり行きたい、なんていうか静かに行きたい時があるんですよね。ああ、うん、おしゃべりもいいんだけど、その時教えてあげる。あ、その時は会話がやりたくない時は、うん、なんか怒った感じでタクシーに乗ってください。怒った感じで、ああ、こんな感じで怒って、そうそうそう、それで、うん、インサドンに行ってください、はい、それで電話かけます。インサドンに返せよ。もしもし、なに、おいで。で、なんかこう怖い感じ。あ、怖い感じで行ったら話しかけづらいですね。そうですね。でもそこでまた本当に電話かかってきて、なんか社長とかから電話かかって、あ、すいませんすいませんとかだったらちょっとおかしいですよね。それはそうですね。それはそうだけどね。あ、でもね、そのいい方法、はい、うん、その結城さんもタクシーに乗って韓国の勉強のために運転手さんも話をしたらいいじゃないですか。あ、面白いですよ。あの運転手さんいろんなこと知ってるしね。そうでしょ、もう詳しいでしょ。絶対聞くのがね、はい、僕日本人って分かった時に絶対聞くのがね、日本の女の人と韓国の女の人とどっちがいいですかって絶対言うんですよ。そしたら答えは？え？答えは？答えはね、答えは？答えは言ってくださいよ。ヘレオさん前にしながら言いにくいですけどね。いやいや、本当、本当、本気を言ってください。あ、やっぱりね、はい、うん、僕は両方好きですね。世界中関係ないね。僕はもうグローバルな人間ですから、はい、これ韓国語って話したい。なんかその結城さんの性格とか。いや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 、はい、いや、わかりました。アラリーショー。안녕하십니까. 오늘은 아라리쇼 특집 약속시간 지키기, 약속시간 지키기 편입니다. 오늘도 약속을 잘 지키기로 소문난 제니씨, 제니씨를 모셔보겠습니다. 안녕하세요, 제니. 안녕하세요. 한국에서 친구와 만날 약속을 하셨다고 하던데요. 어땠습니까? 약속을 지키는 데는 문제가 없었나요? 네. 아, 이런 또 무슨 일이 있었군요. 제니의 약속에서 무슨 일이 있었는지 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 아라리 쇼! 오늘은 제니와 마이클이 밖에서 만나기로 한 날입니다. 아하, 제니가 몹시 피곤한 모양이네요. 다시 잠이 들었군요. 아, 이런, 제니가 늦잠을 잤네요. 약속 시간에 늦는 거 아닐까요? 자, 제니가 택시를 잡으려고 합니다. 이런, 택시가 그냥 지나가 버리는데요? 외국인이 한국에서 택시를 잡는 건 쉽지 않다고 합니다. 네, 우리의 제니 드디어 택시를 잡았군요. 빨리 빨리요. 빨리! 가뜩이나 빨리 빨리를 좋아하는 한국 사람한테 이 말을 잘못했다가 큰일 납니다. 아, 제니 놀랐습니다. 도로에서의 광란의 질주. 하하, 제니 무사히 도착할 수 있을까요? 아, 제니 도착을 했지만 무사히 보이지는 않습니다. 그래도 제니 약속 시간에는 정확히 도착을 했군요. 아니, 그런데 마이클은 왜 안 보일까요? 지금 어디 있나요, 마이클? 아, 이런, 아직도 잠을 자고 있네요. 마이클, 한국 사람이 다 됐군요. 그렇습니다. 한국 사람들은 약속에 많이 늦는 경우가 종종 있습니다. 이런 것을 코리안 타임이라 부르는 경우도 있는데요. 마이클은 한국 생활에 완전히 적응을 했군요. 자, 한국 사람들은 왜 빨리빨리를 좋아하면서 약속 시간에 늦냐고요? 글쎄요, 다들 그런 것은 아닙니다. 빨리빨리요. 엄마야!
자, 오늘은 정말 많은 일들이 일어났었군요. 제인이도 빨리빨리 한국 생활에 적응하길 바라면서요. 오늘 배운 표현 정리해볼까요? 한국 사람들이 자주 쓰는 표현 뭐라고요? 빨리빨리요? 빨리빨리요? 자, 다 함께 따라해보겠습니다. 빨리빨리요. 빨리빨리요? 다 빨리빨리요! 그럼 다른 표현은 뭐가 있을까요? 반대되는 표현 한번 배워보죠. 빨리빨리가 싫을 때는요? 천천히, 천천히요, 천천히요. 빨리빨리 마치겠습니다. 미다. 미마시다요. 소요. 소에데 혼돈이 고아 매차 하야이 또 유토키와 한국어 대 천천히 가주세요. 천천히 가주세요. 소에데 저는 간소 못대. 저 천천히 가주세요. 아, 아저씨 천천히 가주세요. 이네 이네. 천천히. 소소소. 나르호도. 네, 야빠리네. 하야이호요리 안전운전가 이치방이다と思います. 그렇죠. これからは 슬로우라이프, 슬로우푸드ですよ. 그게何ですか? 유っくり行きましょうってことですよ. 한국어で 最近なんかギャグですごく流行ってるその言葉なんですけど聞いてください. 빨리빨리 아니죠. 천천히 맞습니다. 빨리빨리 아니죠. 천천히 맞습니다. 소소 일본어で 早く早くじゃなくて ゆっくり でしょ? 早く早くじゃなくて ゆっくり でしょ? ちょっと待ってよ 日本人がなんで日本語が下手なの? なんかヘリョンさんと喋ってるとね いや忘れちゃうの日本語を そうそう 最後 빨리빨리 아니죠 천천히 맞습니다 まあまあ 基本ですよ 한국生活 얼마나 걸려요 あとで 話してから ダメ 話してから もうやりたくない やめようかな 観光パスがありますよ 日本だったら ハトパス ハトパスあります